い、辻原選手おはようございます。いよいよ、10連覇がかかったレースが間近ですけども、どうですか、プレッシャーはありますか。プレッシャーはありますか。プレッシャーはあります。はい、ありますね。はい、自信は。自信もあります。自信もある、はい、プレッシャーの分自信もあります。はい、なるほど。はい、パワーコースで山本選手に有利なのではないかという話、あのコメントが結構聞かれるんですけども、はいはい、どうですかね。はい、レースなんで走ってみるまで分かんないですね、うん、はい、なるほど。確かにパワーだったら、はい、このまま走って延山だったら、うん、まあ、優とか竹野選手とか、はい、まあ、後編もあるんじゃないかなと思いますけど、うん、はい、実際走ってみないと分かんない部分というのはあります、はいはい、なるほど、はい、まあ、パワーだけじゃないんで、はい、なるほど、はいはい、結構自信に溢れてますね。いや、はい、どうですか。いつも通りです。いつも通り、はい、はい、なるほど。パワーだけだったら、うん、普通にローラー乗ってレースします、はい、なるほど、はい、コースの難しいポイントはどうですか、ね、はい、全体的にその、うん、簡単なんですけれども、はい、やっぱり一つ一つコーナーが多い分、はい、一つ一つの、うん、積み重ねで、はい、それが差になって、はい、まあ、気がつけば大きい差になってたりするので、はい、ちょっと簡単なんですけど、はい、全体的に見ると難しいコースになってると思います。はい、なるほど、わかりました、はい、じゃあ、10連覇できるように、はいはい、頑張ってください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、浩平選手おはようございます。おはようございます。今日はパワーコースで浩平選手に非常に有利だと言われてますが、どうでしょうか。はい、まあそれはちょっとわかんない、僕わかんないですけども、はい、まあなんだろう、はい、やっぱし日本一を決めるレースだし、はい、こう僕自身精一杯走りたいっていう、はい、まあ、気持ちであるんで、はい、まあ、1時間集中してこう全力で最後までこう力を出し、残すことなく出し切ってゴールしたいなと思ってます。辻浦選手が10連覇がかかってて、はいはい、チームメイトで、そうですね。その辺はどうなんでしょうか。はい、まあ非常に難しいと思うんですけども、はい、まあそのなんだろう、僕はやっぱしマウンテンバイクの方でまあその世界のトップライダーになりたいっていう夢があるんで、はいはい、まあそれのためにまあ走ってるまあ気持ちではあるんですよね、はい、でロンドンオリンピックもあの非常にハイスピードで、はい、まあ本当今日のコースのような感じの、はい、コース設定になってるんで、はい、まあそのためにやっぱし、うん、あの練習というか、うん、あの追い込まないと、はい、やっぱあの他の国を見ても、はい、あのマウンテンバイクライダー、うん、シクロクロスやってるので、だからまあそれでまあなんだろう、世界を見るとやっぱし、うん、今日もしっかり走っとかないとっていう気持ちですね、はい、だからその日本がどうのこうのじゃなくて、はい、やっぱ世界を 見るとっていう感じの流れになってますね、はい、なるほど、はい、うん、でもやっぱり全日本のタイトルは欲しいよね。はい、どうだろう、まあ、はい、取れたらまあ、うん、いいですけども、はい、やっぱしそれは、まあ、うん、まあ結果論なんで、はい、とりあえずはまあしっかり一生懸命走ろうと思ってます、はいはい、なるほど、わ、はい、かりました、期待してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、竹内選手おはようございます。コース思想見たした感じはどうでしょうか。いいですか、はい、うん、延山で優勝して、はい、かなり、期待が集まってますけれども、はい、うん、まあそうですね、はい、期待通りの走りが以上を したいと思います、はい、全日本チャンピオンはどうですか、狙えそうですか、はいはい、取るために来てるんで、はい、なるほど、頑張ります、はい、山本選手、辻原選手、はい、かなり強力なライバルがいますけど、どう戦っていきますか。自分の走りするだけで別に、なるほど、誰がどうって、はい、勝つような、はい、勝てるレースするように頑張ります。わ、はい、かりました、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ご覧になるのは前回で、現在選手はそれぞれコールアップされてスタートエリアに並んでいます。
スタートはあの両サイドからこの辺握るかもしれないけど、むしろ一緒に自爆する。やる気があふれてる。
ってくるのは竹野内優が前だ。最終コーナです。辻浦さんもやっぱり全然なんていうんですかね、やっぱりさすがというかずっと落ち着いて対処されてたんで、やっぱり僕よりも前にずっと走られてたんで、まあでもここっていう最後タイミングで、もう最後はお互い気持ちの勝負なんだと思ってます。やっぱり負けたくないっていうのは大きかったんで、今日勝った気しないです全然。辻浦さんすごい最後まで勝てるっていう自信というかなかったです全然。もう最後の数メートルまで最後の気分かりました。お前ずっと全日本勝つって言い続けてて、はい、最後の1週間本当辛くて、辛いというか全然調子戻ってこないし、でこれを9年間勝ち続けた辻浦さん何もやねんと思って、もう本当尊敬します。次は守る立場に、いやもう守ったら多分そこ僕の性格上負けるんで、また攻めるしかないですね。今のところで経験積んで辻谷さんのような人間になれるように
頑張ります。はい、おめでとうございます。したいと思います。レース振り返って一言お願いします。本当何回も辛い場面はあったんですけども、多くの観客の方の声援とスタッフの方の本当に熱い声を聞いて、今までクロスをしてきた、なんですか、僕がなんつうの、まあ、とりあえずありがとうございました。そう、この後すぐに表彰式が待っていますので、ぜひまた表彰台でお話聞かせてください。応援の皆さんに、じゃあそれではこの場で一言お願いします。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。竹野内優選手です。おめでとうございます。トワカ山本浩平。第2位チームブリヂストンアンカー辻浦圭一。第2位優勝チームユーラシアオンドリエストバイクス竹野内優。それではプレゼンターは滋賀県自転車競技連盟田中会長にお願いいたします。続いて第1位、第2位、第3位の選手にそれぞれメダルが贈られます。続いて表彰状が贈られます。まずは優勝されました竹野内です。第2位辻浦圭一選手です。第3位山本浩平選手です。周りの応援の皆さんにぜひ一言お願いいたします。そうですね、今日はもう全く2人についていけなくて、ずっとしんどい中走って、まあなんとか前と思って気持ち的に頑張ったんですけども、まあ、届かなかったレースでした。で、まあ、最高のサポートの中、走れたんで、まあはい、今日は良かったです。ありがとうございました。マウンテンバイクのシーズンに向けてという話もありましたので、これからの世界へ向けてのマウンテンバイクの活躍もぜひ期待しています。ありがとうございます。頑張ります。おめでとうございます。さあ、そして辻浦圭一選手にも一言応援の皆様方、そしてレースを振り返ってお話を伺いたいと思いますが、お願いします。今日は本当にたくさんの応援、ありがとうございました。はい、以上という感じですか。今まで9年間勝たせていただいてて、まあ、今回10勝目ということで期待してくださった方もたくさん、出たと思うんですけれども、今まで1回1回勝つのがすごい難しいっていうのを9年間勝ってますけど、その1回1回っていうのはすごい難しいレースだったんだなと改めて思います。連続することじゃなくて1回1回の積み重ねでこういうことになっているんで、本当に最初から応援してくれてるスタッフの方に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。辻浦圭一選手です。そして優勝、新たな歴史1ページを刻みました竹野内選手、おめでとうございます。ありがとうございました。まずは振り返って一言お願いしたいんですが、振り返って一言じゃ済まないレースだったんですけども、本当に辻浦さんの気持ちが本当に王者ってみんなに言われてる気持ちが本当にどっからでも来いって、なんですかね、背中でずっと言われてる気がして、本当に挑戦者のつもりで自分を出すように頑張りました。挑戦者として挑んだ今年の全日本、そして最終1番でゴールくぐり抜けました。その時何を考えられましたか。本当に海外で走ってきたのもそうだし、本当に素敵な辻浦さんという先輩や多くのスタッフの方、そして家族、
他の人に支えられて走れて本当に幸せで思わず声出ちゃいました。これだけたくさんの、そしてこの会場以外にもたくさんの応援の皆さんが固唾を飲んで見守っていた勝負だったと思います。応援の皆さん、ファンの皆さんにぜひ最後に一言お願いいたします。本当に僕は昔から関西シクロクロスという場でそれで来てもらったと思ってます。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。新たな王者誕生です。杉浦圭一選手から竹野内優選手へとバトンタッチの大会となりました。また来年が楽しみになってくる、そんな気持ちもいたします。それでは記念撮影を行いたいと思います。